神々は世界に様々な境界線を引いた。大義と私欲。幻想と現実、境界線を前にしての決断、それはしばしば運命と間違えられてきた。しかし境界線は普遍ではない。大義と私欲が絡み合い、現実と幻想の境目が揺らぐ。境界を打ち破り、運命の糸を断ち切れるものが存在するとしたら、それはきっと希望に他ならない。それは希望という名の絶望。